どうも、西武所沢車両チャンネルでございますえ。今回はですね、あの、宇都宮ライトレールのライトライン開業のニュースでございますえ。宇都宮ライトレールのライトラインが8月26日に開業します。それに伴いまして、その開業日当日の運行について以下の通りになったそうです。で、開業日特別ダイヤでの運行で、 開業当日は、地域の皆様をはじめ、各種イベントにご参加になる方や、遠方から来訪しご乗車される方など、多くのお客様のご利用が想定されることから、皆様に安心してご乗車いただけるよう、開業日特別ダイヤにて運行を行うそうですで。開業イベント終了後の15時から一般の方がご利用いただける営業運行を開始するそうです。で15時台は、 宇都宮駅東口停留場発15時ちょうど15時5分、15時15分、15時半、15時35分、15時45分の6本。歯が高根沢工業団地発は15時ちょうど15時15分、15時半、15時45分の4本運行し、その後ですね、上空線ともおおむね15分間隔で運行するそうです。で、運行時間帯は15時から23時台となるそうです。 で、最終電車は以下の通りになります。それでですね、乗車方法なんですけど、宇都宮東口停留所からの乗車の場合、15時台、16時台に宇都宮駅東口停留所を発車する下り電車については、多くのお客様のご利用が想定されるため、途中の停留所からの乗車も考慮する必要があるため、宇都宮駅東口停留所発の乗車を 定員より少ない1編成あたり120人以内とし、乗車時間指定の整理券を配布をするそうです。で、乗車時間指定の整理券の配布は、宇都宮駅東口停留場のライトキューブとヨークベニマル様の間の通路にて、8月26日朝8時から行うそうでで、 そう、乗車人数を把握するため、宇都宮駅東停留流所からの定期券をお持ちの場合でも、乗車時間の指定の整理が必要となるそうです。で、この整理券なんですけど、な、並びの順に、あの、時間指定の早い整理券を配布するそうです。で、この乗車時間の指定はできないみたいです。で、その他の停留所の場合は、 え、宇都宮駅東内停留所以外の各停留所での乗車事件、乗車時間の指定の整理券の配布はないので、乗車待ち列にお並びいただくことになるそうです。ただですね、開業日は大変な混雑が予想されることから、各停留所への入場制限を行う予定としているため、あの、電車到着時の混雑状況により、ご乗車まで時間をいただく場合があるそうです。 で、えー、8月27日以降の運行については、もう、それはね、もう始発から通常運行をするそうです。で、ちなみになんですけど、この、これです、その、開業当日のスケジュールなんですけど、10時からですね、あの、開業式をやるそうで、その後に11時10分からは発車式を行い、 その後、11時40分からパレード。12時10分には、その、ライトラインのフラッグ授与式や到着式を行って、で、11時40分、まあ、もう、11時40分からはですね、キッズジュニアの先行乗車企画をやるそうです。で、その後ですね、2時から15時では、もう調整時間を行って、で、15時からはもう一般運行っていう形になるそうです。 これがあの、開業日当日のスケジュールだそうです。まあ、これでね、まあ、やっぱね、開業日っていうとね、やっぱ多くの方、や、たくさん乗ってくるんでね。うん。まあ、あんまりね、まあ、万が一乗りたいんだったら、まあ、27日以降も考えた方がいいかもしれないですね。だ26日はもう、あの、 始発からじゃなくて、あの、開業イベント終了後の三時、15時からっていうことになってるんでね、これは。うん。なので、万が一ね、まあ、当日行くときはね、もう、あの、特別ダイヤでの運行になるんで、そこだけはちょっとね、気をつけてほしいかなって思います。ということでですね、今回はですね、 8月26日に開業の宇都宮ライトレールライトラインの開業日の当日の運行についてのニュースでございました。以上で終わります。